まあ、ここら辺で、まあ、ここら辺は手軽に沈む。全然効かない。はい、どうも、北前です。今日も、はい、今回はね、ドフラミンゴ海賊物の方をやっていくんですけど、まあ、ドフラミンゴね、ちょっとね、重たくない？ちょっと使い方が難しいっていうか、まあ、スカイタイプなんだけど、ちょっと使い方がマジで難しいっていうか、未だにちょっとよくわからないんだけど、なんかさ、ちょっと重くない？スカイタイプにしては、なんかそこまでコンボもなんか入らないし、なんかね、俺スカイタイプって言ってなんかサンジみたいにやっていけばいいと思ってたんだけど、ちょっとテクニックタイプが混ざっているような感じがする。うん、ちょっと待って、これクリアできるこのステージ。大丈夫？まあ、とりあえず。まあ、ここら辺の必殺技とか特殊技は強いんだけど、なんかスカイタイプの割に、なんか空中で使える技とかはあんまり多くないんだよね。まあ、だからそこまで俺的にはハマらないっていうか、他のね、片栗とかに比べたら、まあ、ちょっとね、インパクトに欠けるような。まあ、前作だと、ストーリー的にまだ覚醒したところが出てなかったんですよね。まあ、だから、前作ではなんか、あまりね、あの、ドフラミンゴの状態がわからなかったんですけど、まあ、今回覚醒してるということで、まあ、そこら辺がすごい強いんですけど、なんかね、なんかね、なんかスカイタイプに感じないんで、危ない危ない危ない、あの侍危険だ。あの侍危険だ。これ結構特殊で、まあ、ここら辺で指定時間発生させるみたいな。まあ、こういう風に覚醒した能力ですね。まあ、ここら辺で。まあ、ここら辺は手軽に必殺技も使えて強いんですけど、って感じじゃない？鳥かごは強いね。ちょっと待って。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。待って待って。防衛数乗せてた。待って、これ道が難しいな。ホーキンスとかも使ってみたいな、そろそろ。まあ、覚醒ということで。まずい！待って、クリアできない。待って待って、レベルがやばいぞ。まあ、スカイタイプということで、ここら辺はね、覚醒してるときは、まあ、常に浮いてるみたいな感じで。まあ、これは、展開させたら相当強いけどね。展開させたらの話だけど。え、これ攻撃当たってるよね。まあ、そこまで威力が高くない。まあ、火力は高いね、ナイス。これちょっと自慢ね、この覚醒したやつ。ちょっと自慢るんだけど。ちょっと面白いね。これテクニックタイプ寄りじゃない？ちょっと若干。なんかね、あまりね、スカイタイプって感じしない。あ、すごい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 、待って、すごくない？すごくない？今の。俺だけ？ごめん、なんか俺だけ興奮してるわ。ちょっと待って、宝箱がどうだ？とりあえず体力を回復したい。やべ、覚醒した状態だった。まあ、とりあえずここの本陣をね、落とされないように気をつけていきたいんだけど。まあ、こういう技は強いね。普通に強い。普通に強いんだけど、ピンチ！鳥かご。鳥かご強いな。エヴァーホワイト！パラサイトがね、結構ね、海賊武装3でも主な通常攻撃。なんて言った、ドレイク！ドレイク！待って、めっちゃ危険。しかし、ここから安全なところから、まあ、この特殊技を生かして。やばい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 。やばいやばいやばい。すごい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 。オッケー、いいね。なんかさ、スカイタイプの割にあまりコンボ繋がらないからな。サンジとかめっちゃ俺スカイタイプの中でめっちゃ使いやすかったんだけど、俺だけかな。とりあえずどうしようか。まああと5分15秒耐えればいいって話なんで、まあ簡単に耐えていくんですけど。まあまあ、ガープか戦国どっちか。これさ、なんかさ、ちょっと違うよね、やり方。どうなってんだろう、ここら辺は。とりあえず戦国倒すか。でも戦国の方が仲間にしたいのは間違いない。ちょっとね、やっぱね、咳が治らないから、皆さんごめんなさい、咳。
とりあえず回復。まずい、伏兵が結構多いな。待って、ジャックがまずいぞ。ジャックがまずい、非常にジャックがまずいやばいやばいやばい、クリアできない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 。ジャックがまずいのは分かってるんだよ。ちょっと待って、とりあえずジャックを、ジャック止めなければ。やばいやばいやばい、全然食らってないよ。ちょっと待って、一回逃げよう一回逃げよう一回逃げよう。ちょっと待って、やばいやばいやばい。これで展開させて、まあここら辺で、まああんでちょっと HP も少ないということでまずいから。でドフィンやっぱね、前作に比べてはあんまり強くない。まあ前作もそこまで俺の中では強くなかったんだけど、やばい、まずい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 、非常にまずい。非常にまずい非常にまずい非常にまずいでございます。やばいやばいやばい、どうする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 、一回逃げよう一旦逃げよう。ジャックがやばいけど、ちょっと待って、どうする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 、宝箱どっかないかな、宝箱どっかないかな。非常にまずい、ジャックが非常にまずい。やばい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 、まずいまずいまずい。だけどあと3分守ればいいんでしょ。ちょっとまずいぞ、非常にまずい。ちょっとロビンとか任せるわ一旦ね。俺がしやられたら元も子もないから。ちょっと待って、やばいやばいやばい。おい、ジャブラとかいいんだよ今。ちょっと宝箱を探したい。やばいやばいやばい、普通にクリアできないって海賊無双で恥ずかしいから。しかもそれを動画で収めてしまう、その恥ずかしさが間違い。やばい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 、もう海賊隊長すら今倒せない状態であるから。ちょっとやばい、ひゃー、ちょっと待って、やばいやばい、ちょっと距離をちゃんと保って。やばいやばいやばい、めっちゃ来てるめっちゃ来てる、やばい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 、待って、やばい、あっぶねあっぶね。ここパラサイト、おし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 、オーバーヒート、とりあえずオッケー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 。あと1分40秒、耐えられるか、俺ならいけるよな。ちょっとオッケーオッケー、これをとりあえず展開させて、これ展開させたのだいぶでかい、これ展開させたのはだいぶでかくて、まあここら辺はしばらくは安泰。やばいやばい、あの侍隊長がちょっと怖いな。オッケーオッケーオッケー、いける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 、鳥かごはちょっと残しておきたいっていうのはあって、まずいぞ、非常にまずい非常にまずい状態が続いております。ちょっとまずい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 、よしよしよし、ちょっと回復したのはでかい。たまい、これでちょっとねちょっとずつ援護していくわ。じゃあジャックには勝てないから、よし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 、とりあえず取り囲するわ。全然効かない、ちょっと待って、ジャック化け物だこれ。待って、やばいやばいやばい、来ないで来ないで、マジでマジでやばいマジでやばい、非常にまずいでございますよパラサイトがじわるんだよな。オッケー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 、一旦に避難一旦避難、そっちじゃないそっちじゃない、オッケーオッケーオッケー。やばいやばい、ジャック来たジャック来た、やばい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 、あと1秒、よーしナイスということでクリア、サンキューありがとうございます。はい、ということでね、今日の動画終わるんですけど、ちょっとねドフィーね使いづらいっていうのもあるかな、他のキャラに比べて。やっぱスカイタイプなんだけど、スカイタイプって基本俺サンジとか使いやすいイメージだったから、まあ、ちょっと残念な気持ちはある。ちょっと重たい、パワータイプ寄りなのかな、パワータイプとテクニックタイプとスカイタイプが混ざった瞬間、あんまスカイタイプって感じしなかったんだけど、皆さん使ってみてどうですか。あー、なるほどね。まあね、クロコダイルとか、まあね、かっこいいキャラ、スカイタイプとかいっぱいいるんで、まあいろいろ比較していきたいとは思うんすよ。まあね、テクニックタイプが俺は結構難しくて、使いこなせないんですけど、難しいですね。まあ、麦わらの一味とかでも、波が今作普通に強いみたいな。まあでも、ルフィとか、ルフィも強いし、まあ、サンジが今回めちゃめちゃ使いやすいんだよね。まあ、ホールケーキアイランドのサンジだったり、まあ、めちゃめちゃかっこいい。やっぱ衣装がね、大事。衣装いっぱいあるの大事。まあ、クザンだったり、まあ、今後はね、いろいろ使っていきたいと思うんですけど、まあ、皆さんぜひよかったら、応援いるし、
ぜひよかったらね、まあ、ぜひよかったら、この動画があると思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。まあね、いろいろ使ってみたけど、レイジュ。ジェルマは全員ね、スカイタイプなんだ。まあ、今後いろいろ使っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい。はい、ということでね、この動画が良かったと思ったら、ぜひよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。せーの、せーで、バーイ、バイ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 バ